ビクトル・アレクサンドロビッチ・セミオーノフは、ソビエト連邦及び、ロシアの農学者、農業専門家、政治家。1998年から1999年まで、ロシア連邦農業食料大臣を務めたほか、ロシア連邦議会会員国家会議大議員も務めた。1958年1月14日、ロシア連邦共和国モスクワ州レーニンスキー地区。 ノボクラノボ村の例人名称コムソモール自動車工場で父アレクサンドル・アレクセイエビチ・セミョーノフ、母、アンナ・ペトローブナの間に生まれる。チミリアゼフ名称モスクワ農業アカデミー、園芸学部で園芸と武道栽培について学ぶ。同アカデミーを卒業した後、1980年国営農場、ベラヤ・ダーチャに就職し、副主任、主任や温室コンプレックス管理者として勤務する。 1985年リベルツ地区党議、農業部指導員となる。1987年リベルツ地区党議、執行委員会副議長。1989年農場支配人となり、民営化に伴う農業会社への移行を実施する。ソビート連邦の崩壊後は、1992年公開株式、会社アグリプロマ、ベラヤダーチャ取締役会議長。 1993年、ロシア農業等に参加する。1993年から2002年まで、ボズロジデニー銀行取締役。1993年から1997年まで、モスクワ衆議会議員。1997年6月20日、ロシア連邦農業省評議員。1997年2月、ロシア農工同盟第一副議長。 1998年4月30日から1999年5月25日まで、ロシア連邦農業食料大臣。1999年7月にはロシア農業党、中央評議会委員、副議長に選出されている。非生活では、夫人との間に一難かずめ。ありがとうございます。